ご配帝は、南朝宗の第七代皇帝。聖は竜、意味川明。字は、徳、徹、る、正字は、佐都志信。また、総合とも呼ばれる。463年1月、龍明は、宗の小東王、龍の長男として、健康の英婦、e、で生まれた。466年10月、皇太子に建てられた。472年4月、 父の名帝が死去すると、劉明は皇帝として即位した。縁明と著縁がタスク生に当たった。474年、慶応を琉球藩が甲州で反乱を起こしたが、正道なりにより鎮圧された。476年、県平王琉慶祖が京口で反乱を起こし、これまた、正道なりに鎮圧された。477年7月、劉明は、 小道なりの手により忍術伝で殺害された。死後、皇太后の礼により、相互軍を王に降伏された。定位から引きずり落とされて殺害された皇帝へ、つまり、廃帝であるが、南朝層では、第五代皇帝の劉古行もそうした運命を辿っているため、劉古行を、前廃帝、竜明を、後廃帝と呼んで区別する。竜明の母の陳太恭は、 名帝の日となる前は、李道寺の目掛けであったことから、竜明は、李氏の子であるという噂が絶えなかった。竜明自身も、李将軍を自称した。竜明は、残虐な性格であり、幼い頃から、自分の命令に従わないものは殴打するという、調子だった。皇帝に即位した後も、殺人を好み、毎日のように町に出ては自ら狂気を持ち歩いて、 手当たり次第に人を殺し、殺人をしなかった日は、悶々としていたという。ある時、ニンニクばかりを食べている人間の腹はニンニク、臭いのかを調べるために、人間の腹を裂いたり、たまたま通りかかった妊婦の腹が気になり、切り裂こうとしたりと、子供ながらにして、残虐を極めた人物であった。しまいには、小道なりの腹を、矢の的にしようとした。以上の逸話から、 ご配定、竜明は中国史上屈指の暴君とされているが、これらは小道なりによる脱剣を正当化するために暴虐ぶりが誇張されている可能性はある。ありがとうございます。